いてのニュースをお願いします。はい、こちらです。カリブ海に浮かぶ島国バルバトス出身の歌手リアーナさんがファンを殴りました。ワールドツアー中のリアーナさん、17日にイギリスバーミンガムで行われたコンサートでの出来事、 We Found Love というナンバーの最中、歌いながらステージを降り観客の前を歩くというサービスを披露していたところ、一人のファンが大興奮、彼女の腕を掴んで離さないという事態に。これを受けてリアーナは怒りの表情でためらうことなく右手に握ったマイクを振りかぶって客の頭をヘゴチン、そのまま歌いながらその場を去ったということです。なるほどね、すごいですね、これは驚きですね。ねえ、多分ね、頭へゴチンなんだよね。頭へヘゴチンってなんだ。超面白いよ、ハッシー、超面白いよ。間違えた、これはどういうことですか。あ、読み間違えたですね。あ、ここのね、ここのスタッフだったらね、ヘゴチンって書かなくもないから、あの、あながち間違っちゃいないけど、ヘゴチンって言っちゃ何だろうと思って。いや、で、絶対ヘゴチンだと思ってました。もう、ダメだ。いやー、面濃い、面濃い。はい。いや、もう、それでですね。今日からチャンプ的にはヘゴチン大橋。いや、ですよ、そんなの。ヘゴチンっていう。ヘゴチンおはよう。いやいや、ダメですよ。もし今度、現場で会ったら。ヘゴチンこれずっと付きまとってきそうですね、ヘゴチン。やばいです、めっちゃ出かけました。ゆかチンとヘゴチンみたいなことあ、まあ、ヘゴチンもいいですけどね。まあね。で、そう、辰巳ゆっこちゃんとやるって聞いたから、なんか、あ、ゆっこちゃんだったら、なんかヘゴの、ヘゴヘゴヘゴってした感じの、こう、バッて突っ込んでくれるそうだから、だから、ね、大丈夫だよって言って、きっと、なんか、なんとかやってくれるから、甘えればいいんじゃないのみたいなこと言ったら、よかったーって似てるって言うのでもなんか平子に申し訳ない。じゃあ甘えますね。ちょっと似てるでしょ。似てるよ。そんなひどくないですよ。朝集合の時の、あのやる気のない平子のまね、うん、朝の時、うん、眠いそんなひどくないと思うけどね。私ダメなんですよ。あ、似てる、似てるでしょ。ほら似てる、おかせ。私ダメなんですよ。あ、似てる私すごい申し訳ないけど似てるアスがすごいレパートリーどんどん増えていくね。あー、イケメンに会いたいイケメン好きそろそろね、ヘゴ中盤からお叱りを受けるからやめな。過去2次元に限るだから。そうだね、過去2次元に限る。そうそうそう、そうですよ。そんな感じでワーキャーしながら電車に乗り乗りでね、うん、ずっとね、ヘゴチンのモノマネで盛り上がるアスカがすごい似てる。ちょっとやって二次元ジュルジュルジュルでも似てんだよ、ほんとに似てるのなんだっけ、うん、なんか私のオリジナルよ。あー、だからそれ使わないでよ、勝手にっていうこと。そう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 、重い話だったんだ。そう、今のところ、うん、私のモノマネを認めてるのは、うん、西さんだけなんです。あ、ちょっとでもじゃあもし練習したら、はい、上手かったら認めてもらえるってこと。そうですね、マルシーに参加できるってこと。そうです、検定受けていただいていやいや全然やらないから大丈夫。そう、私からこう許しが出たらっていうなるほど、西ちゃんはすごいのね、似てるもんね。そうなんですよ、すごく似ててびっくりしたんで西さんは公認なんです。で、行こう。そうですね、はい、行きますよ。はい、こちらラジオネームラビットスターさんからです。はい、ありがとうございます。よっこ、あやちょ、こんばんは。こんばんは。ちょ、あやちょって呼ばれてんだね。あ、そうです、そうです、そうです。おー、こんばんはこんばんは。第1回のラジオ聞きましたはー、ありがとうございます。まます番組冒頭で須崎西のライバル番組と位置づけてましたね。うん、うん、うん。最初はかっこヘゴ風に、また大人気番組におんぶに抱っこですか。うん。はい、さて今回はローソンさんのキャンペーンのお手伝いとして、ベレラジとミリラジでコラボしつつやっていきたいと思いますけども、はい、あれ、マッシーがいない。マッシー、マッシーいなくないですよ。私ハッシーですよ。ハッシーだ、you
大橋彩香ちゃんのモノマネをしたいと思います。あ、今でもちょっと似てるかもしれないんですけど、じゃあ行きます。はい、大橋彩香です、よろしくお願いします。似てますか？似てますよね。いやもう自分で言うのもなんですけど、似てない。おー、ねね、こんなにたくさんの方が見に来てくださって嬉しいね。おー、そうだね。マチコさんのモノマネして。誰が？え、ゆきちゃん。皆さんこんにちは、マチコです。あー、似てるかも。嬉しいじゃんけ、頑張ります。わかるわかる。なんだろう、なんかこう滑舌がなんかこう、うん、スラーっていうか、なんかこう流れてる、こうそうじゃけな、なだらかな感じ、うん、そう、そうなね。うーん、エリーちゃんのモノマネして、あたし、え、エリーちゃんモノマネして、モノマネして。山崎エリーです。それヘゴチンだよ。違うよ、それヘゴチンだよ。違うよ、ヘゴチンだよ。いや、まずね、私にモノマネ振るのおかしいからね。苦手なんだから。そうやってダメで。え、でも、なんかね、若干やめてよ。でもなんか、こう、こう、なんて言うんだろう。さっき、こう、あずさちゃんと、こう、筆談みたいなのをしてたんですけど、あやか、あずさって。あずさ。あやか。なんか今、あやかって言ったら、ハッシーがちらつきました。そうね、そうね。めっちゃハッシーがちらつきました。やだ、ちょっとやめてくださいよ。ハッシー。おー、すごい。ちょっとあずさちゃんやめてくださいよ。なんでですか？やめてくださいよ。何なんですか？それすごいね。やめてくださいよ。やめてくださいよ。めっちゃヘゴさんがね、いないのに、ヘゴさんがいますね。きっとどこかにいるんだろう。きっとね、どこかに、どこか遠くにいる。じゃあ、ハッシーつながりで多分もう仲いいね、多分。あ、そうですね。確かに。困ったら、ヘゴさんになればいいよ。わかりました。じゃあ、2人も仲良くなれた？はい！はい！あやかーさん！じゃあ、やめてくださいよ！怒られちゃうじゃないですか、ハッシーに。大丈夫ですよ。でも、あやかちゃん、ハッシーすごい、やると喜んでくれます。あ、そうなの？似てるって。ハラちゃんがね、ハラシーって名乗ってたよ。そう、ハラシーだよ、ハラシーだよ。ちょっとこれ聞き捨てなりませんな。ハラシーだよ、ハラシーですって言ってたよ。なんか、ディスってんのかな。ね、コロアーズさんもね、私コロアーズさんと一緒にハッシーの真似をし合って、なんだってだいぶ距離が縮まって、コロアーズさんの、あ、似てるがめっちゃ似てる。違う、なんかアズナちゃんの私のモノマネはなんか年齢が低いの、なんか放たれてる感じ、なんで、ゲー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 みたいなのが、なんか私なんだけど、似てるんだけど、ちょっとなんか、もっとよりジャンバカっぽい。でもね、ごめんね、最近ね、ハッシーがね、喋って、あ、ハッシーのモノマネうまいな、あ、ハッシーだってなる時があるの。ちょっと、私ここだからね。私ここだからね。私、違う、本気忘れないでね。本気忘れない。じゃあ、覚えて帰ってください、皆さん。本気はここにいるから。本気ハッシー。じゃあ、どうやったらうまく真似できるんですか？こっちとか。あんまり口を横に広げて動かさないで喋るといいんで。え、かかんないで喋る。あ、じゃあ、似てる。あ、でもちょっとだけ濁音が多すぎる。濁音が、濁音が。え、そんなことないです。全然いいから。あ、近づいてる。本当に。あ、言ってる。でも、ちょっとやかましいかもしれない。あ、本当にゲストラッシュ。ゲストラッシュでございます。いや、今日はお邪魔しました。ありがとうございます。意外な一面がね、こう見れて、歌声だけでは知ることもできない。私今日リッカ様と初めてお会いしたんですけど、はい、初対面でこんなに真似されると思わなかった。そうですよね、てか私が友達がいなさすぎて、さやちゃんにはいろんなこと仲良くしてほしいなと。いや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 、もう友達作りましょう。作りましょうよ。できるかな。大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。このモノマネしたらみんな友達ですよ。大丈夫ですよ。もうもや違うじゃないですか。ダメですよ。ちょっとね、古めしすぎたね。はい。
それでは魔法が解けちゃった。ここまでお相手は渋谷凛役の福原彩香と、城ヶ崎美香役の吉村遥と、島村宇月役の大橋彩香と、小早川さん役の立花梨花でした。バイバイ。